こんにちは。やっぱり若い人はちゃんとこう返事を返してくれるんで、今日もさっき先生方と一緒にどんなテンションで始めますかって、かしこまっていくか、それともフレンドリーな感じでいくかっていう話だったんですけど、やっぱり中高生を対象にしている場合はあまり難しい話ではなくて、研究って面白いんだっていうのを分かってもらって、今回帰ってもらえたらいいなと思います。で、皆さんは多分今日東大に来て、この小芝ホールに入って、なんかすごい、小芝ホールってノーベル賞を取った小芝先生を記念して作ったホールなんです。ここに入れるってすごく珍しいんです。で、少しワクワクしてドキドキしてるんじゃないかなと思います。実は僕もです。なぜかというと、僕この東大に卒業してこの研究員になってここで教授になったんですけど、小芝ホールで話すことほとんどないんです。ここに入れ、普段鍵閉まっていて入れないんですよ。なので今日来れた皆さんはすごくラッキーで、オンラインで聞いてる人たちっていうのはぜひですね、自分もいつか小芝ホールで話したい、もしくは小芝ホールに入ってみたいと思ってですね、まあ、大学、東大を受けてもらっても、東大生になってもなかなか入れないんですけど、何かの機会にですね、この小芝ホールに入るということを目標に頑張ってもらえたらなと思います。で、今日はその匂いの話をしようと思うんですけど、まず最初に自分の経歴を簡単にご紹介したいと思います。僕はその千葉県のですね、柏市にある東葛飾高校、知ってる人、知らない人たくさんいると思います。柏市っていうのは、まあ、シティボーイとも言えないし、まあ、田舎者とも言えないような、その真ん中ぐらいのいわゆる中央な、まあ、高校を卒業して、まあ、県内ではね、そう有名なんですけど、全国的ではないような。で、これ見てもらったら分かるんですけど、僕浪人してます。なんで別にそんなに、だからすっごくこう優秀秀才できたわけじゃなくて、もうずっと運動ばっかやってて、現役の時には全然その東大に受かるって判定じゃなくて、で、浪人で一生懸命勉強して、でもやっぱりなんでここにいるかっていうと、中高生の時に習った先生とかにすごくいい生物の先生がいて、やっぱそういった時のなんか淡い気持ちっていうか、あ、これ面白かったなみたいな、そういうのがやっぱ今ここにこうずっと20年経ってもその自分のモチベーションになってる、まあ、そんな風に思ってもらったりと思います。で、僕自身趣味はサッカーで、専門としては嗅覚と言ってますけど、神経科学です。で、今回その6人の先生方の中で生物学を代表している、特に神経科学を代表しているということで、その神経科学で今何ができるのかっていうことも最初の数分ぐらいでお話しするのもいいかなと思って、ちょっとスライドと動画を用意してみました。この2つの動画をちょっと見てもらいたいんですけど、1個目、猿が何か食べてるんですよ。食べてるだけですよね。これよく見てほしいんですけど、猿の手ってこの筒のところに置いてあるんですよ。この白い手は猿の手じゃなくてロボットアームなんです。これ猿が念じてるんです。こっち来いよって、餌取れよって。でも餌を掴むには、掴むこと、肘を曲げること、指を曲げること、ものすごく大きな情報、多くの情報ありますよね。それをこう念じてる状態でできる、今こんなことができています。もう一個、これマウス、木の枝を見てます。で、ある種脳に光ファイバーを刺していて、レーザーで脳を刺激できるようになってます。これただの木の枝なんですけど、レーザーをつけると木の枝に攻撃行動をする。で、木の枝っていうのは別に敵でもなければ何でもないのに、まあ、これも一緒ですね。レーザーオフにして、レーザーオンにすると攻撃行動をする。これって今神経細胞を光をつけるだけで活動させるっていう技術ができるようになってきました。そうすることで脳のどの領域がどういった行動を制御しているのかみたいなことを、まあ、コーザリティって言うんですけど、因果関係を持って証明できるようになってきてるし、逆にこれをもし人に使うとすると、例えば悲しい人を楽しくさせたりとか、実際にそういったことが試みられています。で、一方で神経活動って皆さん知ってる人はいると思うんですけど、電気の活動なんですよね。だから早い。で、細胞っていうのは1秒の1000分の1の活動電位というので、こうパルスで情報を連絡するんですけど、つい数十年前までは細いガラス電極にこう細胞に刺して、で、その応答を一個一個見るっていう。でも今はこういうカルシウムインディケーターっていう、神経細胞が活動している様子が目で見えるようになってきた。
もう1個だけじゃない。今は数十万細胞を同時に見れる。これはゼブラフィッシュっていうお魚の透明な時に遺伝子の組み換えをして、こいつが何考えてるのか、どんな行動するのかっていう時の神経活動を全部こうトラックするようなシステムです。そうすると神経活動を見て、こういう活動があるから、じゃその活動を光で操作してどんな行動が出るんだろう。ここ10年15年の話です。2000年代、1900年、僕が学生の時にはこんなことできなくて、脳科学って不思議だよねっていう、そういう時代だったんです。でも今は神経活動が一個一個で見えて、その活動を制御して、我々がなんでこういう入力に対してこんな行動を取るのか、そんなことが分かるようになってきます。なので今は中高生の人っていうのは、まあ、あと 2,3 年したら大学入ると思うんですけど、そこからまあ4年間やって研究者になる時には、多分神経科学っていうのはものすごく面白い分野になってるんじゃないかと思う。なのでぜひまあ興味を持ってアンテナを張ってですね、これから情報を集めてもらえたらなと。で今日は神経科学じゃなくて、あの匂いの話をします。で嗅覚の話をするとよく言われるんです。なんでやってんですか、もっと大事なことあるでしょ。私視覚が好きです、音楽が好きなんで聴覚が好きです。なんで五感の中でも嗅覚を選ぶんですか。やっぱりそれって病気とは関係なかったりとか、僕はがんやりたい人いるよね、エイズやりたいとか、そういう人多いんですけど、脳の工事機能じゃないよね。で人は視覚に頼ってて匂いなんて全然使ってないでしょ。例えば五感の中で一番いらない感覚、どれか一個失わなきゃいけないとしたらどれを失いますかって言ったら、嗅覚って人は結構多いんです。やっぱり体勢感覚とか触り心地とか嫌だし、視覚もなくなったら嫌だし、音も嫌だし、そういう人多いと思うんだよね。でもね、匂いの受容に関わる遺伝子って、ちょっと知ってる人はいる、知らない人いると、遺伝子っていうのは我々の体を作っている設計図の分子のことですけど、遺伝子の数って匂いの遺伝子ってめちゃくちゃ多い。我々の人全遺伝子ってのは2万数千個あるって言われています。その中で400個が匂いの受容をするためのセンサー。視覚は4から6個、味覚は数十個、圧倒的に数多いよね。たまたまじゃないの、違うんです。これ見てほしいのは青い枠。青い枠の人のところは赤い文字が387個の遺伝子があります。で400個だよね。だけどもしいらなければ、いるか10個しかない。これイルカってエコロケーションっていう超音波みたいなことを使ってコミュニケーションするので、匂いを使ってないんだよね、コミュニケーション。これ何が言いたいかっていうと、本当にいらなかったらあっという間に遺伝子なくなっちゃうんだよね、進化の到達にプレッシャーにかかって。そうすると400個も残すってことには必ず意味がある。でもなんで我々は400個を残してんのに、いらないよそんな嗅覚なんて、別になくても大丈夫だよって思っちゃうんだろう。今日はこれが最初のテーマで、最後になんでそう思っちゃうのかっていう回答をお伝えしたいなというふうに思っています。これはあくまで仮説で証明されてない部分もあると思うんだけど、なんでだろうって、なんで我々は遺伝子をたくさん持ってるのにいらないんじゃないか、大事じゃないんじゃないかって思っちゃうんだろうっていうのが今回のトピックの一番重要なところかな。ということで今日のトピックはこの4つです。で嗅覚の概要を簡単に説明して、お勉強としてどうやって400個の遺伝子を使って数十万数百万種類の匂い分子を識別できるのかっていう神経メカニズムの話をして、人にフェロモンがあるのかどうかっていう現在の状況と、あとは人における嗅覚がどうして存在するのかっていう、まあ、そのところを最後説明して、終わろうと思います。ちょっと時間が40分でいけるかどうか、もう10分経っちゃったんであと30分しかないんですけど、それ頑張って途中で巻いたりします。いきます。はい、概要です。で最初に伝えたいこと、これは人の嗅覚、味、すごく曖昧ってことです。皆さんちょっとあんまりこう把握してない部分もあると思うんですけど、フレーバー、食べた時に感じる味のほとんどって嗅覚なんです。なので鼻を閉じて食べるとほとんど味がわからない、そういう経験あると思うよね。なのでこの場合コーラ、ワインとかコーラとかペプシを飲むんだっていう実験をちょっと紹介したいと思います。これすごく簡単で、見る場合は青いバーと緑のバーです。例えば青いバー、同じワインを5ドルです、これこの場合は45ドルですって飲ませると、全く同じワインなのに45ドルの方がうまいよってみんな言っちゃう。10ドルと90ドルって言っても一緒。そうすると我々の味とか味覚っていうのは、美味しさの判断をする上で同じものなのに値段が違うって言われたら、いやこっちがいいでしょみたいな、すごく曖昧な回答するね。これが次の実験、僕好きなんですけど、これ3回
コップにペプシとコーラっていうコップに入ってる。で、3回選んでどっちが好きですかっていうのを選ぶっていう実験をします。いいコップの中にはペプシとコーラが入ってるね。で、こっちの飲んでこっちの飲んでどっちが好きっていうのを3回やる人です。そうすると3回とも3回選んでる人が3っていう方、ここでいいのかな、ここかな。で、3回中2回コーラ選んだら、あっちの左から右から2番目の番、3回中1回やったら真ん中っていう風になる。これ全然その同じぐらいの山の高さになってるでしょ。なので実験した集団っていうのは、みんな3回ともコーラを選ぶ人もいるし、ペプシを3回とも選ぶ人もいるし、コーラ2回ですペプシ2回っていう人もいると。まあ、こういった状況下でこんな実験をします。両方ともコーラが入ってる。片方にはコーラのラベルを貼っておく。もう片方はラベルを貼らない。同じで中身はコーラです。そうするとラベルされたコーラとラベルされてないコーラどっち選びますかって、同じ味なのに結果見てもらったら分かるんだけど、ラベルされた方を3回選ぶ人が多いんですよ。分かる？さっきの図が一番右、青いバーが立ってるってことね。あと3回中2回コーラ選ぶ。中身は全く同じものが入ってるのになぜかラベルされたコーラの方を選んじゃう。これペプシでやるとそうなんないんですよ。これどういうことだろう。これ答えは、ラベルされてるっていうことでコーラ側を選ぶ人が多いってことだよね。やっぱブランディングの価値として残念ながらコーラよりもがペプシよりもコーラの方があるってこと。この2つが言える。でもここで伝えたいことっていうのは、全く同じ味でもこうやってラベルするだけで全然感じ方が変わっちゃうって、そのくらい未嗅覚ってすごく曖昧だ。じゃあ人間っていうのは動物みたいにこう匂いでこういろんなものを見つけたりとかそういうことができるのかっていうのに昔疑問に思った人がいて、まあ、それをやった実験があります。これちょっと動画見せますね。これ音が出ないんでちょっと簡単に説明しますけど、これイスラエルのグループがやった実験で、10メートル10メートルの四方に細い線に匂いを染み込ませておきます。で、これ上から見るからこういうふうに見えるんだけど、で、被験者の人はそう、これ見る、イヤホンをしてマスクをして手袋をして、つまり感覚、目、耳全部塞がれちゃう。これ匂いだけでその白い糸についたわずかな匂いをこう辿っていけますかって。これ動物がやるやつだよね。要するにそのスニッフィングしてこう餌を探したり配偶者を探したりみたいな、こういうことできるんだろうかって、これを本気でやったっていう人がいるということだよね。で、そうすると白いステープに沿ってこう沿っていくと、で、これ周りにさ土の匂いとか芝の匂いとかすごいあるのに、こうやって匂いこういけるな、おっとこれできるじゃんってっていうのが分かるよね。で、これさでも遅いんじゃないのみたいな、ゆっくりじゃない、もっと動物って一瞬でしょみたいな、そんなクレームがある。で、これ調べた人いて、これ上が人の実験、下がハエの幼虫です。ハエの幼虫が同じ自分の体と同じスケール、掃除関係にあるようなスペースに置かれたチョコレートよりかな、バナナのよりか、バナナの匂いを見つけるのに例えばかかる時間が3分50秒平均的に。だけど人が10メートル10メートルあるチョコレートオイルで見つけられるのは5分34秒で、そんなに悪くないんだよね。そうすると人間って別に嗅覚全然悪くないじゃんみたいな。この論文の基礎すごい曖昧で、人の嗅覚に対する軽視っていうのは匂いそのものが悪いんじゃなくて、ただ必要がないからやってないんだよ。でも必要がないんだったら遺伝子なくなっていいじゃん、なんで残ってんだよ。ちょっと不思議だよね。さっき見た、ちょっとこれさっきより匂い強調してますけど、遺伝子400万だぜって。ほんじゃあ人間って匂いを何種類区別できるの、犬とかってすごいって言うじゃん。その匂いも人間もすごい。例えば音35万種類、色750万種類区別できるって言います。でも10年前のサイエンスっていう、まあ、すごく有名なジャンルが載った結果によると、人間っていうのは1兆種類以上の匂いが区別できますと。これどうやってやったかっていう実験はちょっと時間的な都合もあるので割愛しますけど、すごいじゃん人間って。そうするとますます不思議だよね。なんでなんだって。というところで、次のトピックいきます。ここから、数スライドはちょっとお勉強になります。クエスチョンとして大事なことは、遺伝子400個しかないんですよ。
で、我々の身近にある匂いの分子の数って数十万種類って言われています。だから1兆ってのは言い過ぎです。数十万種類。でも、もし遺伝子と匂い物質の対応関係、すなわちこの匂い物質、匂いセンサーがある一つの匂い物質が捕まえるとしたら400種類しか区別できないはずなんですよ。遺伝子の数が400じゃないとすれば。なのに実際どうやったら数十万という種類の区別ができるのかっていう、まあ、その脳内メカニズムを10分ぐらいで説明したいなというふうに思います。で、まず簡単に鼻の人間をこう輪切りにするとこんなふうになってますよっていう、まあ、それだけだよね。で、匂いって実はすごく原始的な感覚で脳にすごく近い。我々のここにもうすぐ神経細胞が飛び出していて、その神経細胞が匂い分子をそのまま捕まえます。そうするとそれを電気活動に変換して一発で脳にボンって情報を送ります。逆にだからすごく脆弱とも言われていて、狂犬病ウイルスとかウイルスとかに感染すると脳にすばっていっちゃうよね。で、コロナウイルスかなんかも鼻にこう溜まって脳に行っちゃってるみたいな、そんな知見もあったと思っていて、聞いたことがあって、もうすぐ骨を挟んだらすぐ脳なんですよ。で、逆に今ではその脳への近さっていうことを使って鼻から入れる薬みたいな、そんなものもまあ開発されています。いいかな。で、まあ、嗅覚に関して一番重要な情報としてはまあこれですね。これはまあノーベル賞の対象になった論文なので、まあ、説明させてください。匂いのセンサーっていう、やっぱり僕らが学生の時の2000年代前半っていうのは、遺伝子操作っていう、生物の遺伝子をこういじるっていう技術がすごくできるようになってきて、今まで生物学って見るだけだったんですよ。こういう種類の貝がいましたとか、こういう猿がいましたみたいな、その博物学っていうんですけど、こうなんか行動を見たりとか新しいものを発見するだけだったんですけど、そう、今から数十年ぐらい前、ちょっと2、30年ぐらい前から、あらゆる生物はゲノムと遺伝子とそれによってコードされるタンパク質で統一的に記述できるんじゃないかっていう、そんな発想が生まれてきて、我々の設計図になるような遺伝子情報っていうのがすごく分かってきた。で、そのちょうどいいタイミングで、まあ、匂いの受容体、匂いの、まあ、センサー遺伝子っていうのを、まあ、同定したっていうことで、それは1991年ですね。で、ノーベル賞になったと。で、これによってですね、いろんなことが分かってきた。例えば、この次がすごい大事で、2つ。これ神経回路のメカニズムを説明する上で重要な情報なんですけど、なかなか伝わりにくい。いいですか？一個一個の神経細胞、ここで示すならば赤とか青とか緑とかの細胞っていうのは、必ず一種類の匂いセンサーしか出さない。をしか持っていない。例えば赤だったらリンゴの匂いを捕まえるセンサー。青だったらブドウの匂いを捕まえるセンサー。緑だったらレモン。みたいな、こんな感じ。とすると、まあ、マウスだったら1000、人間だったら400ですけど、匂いの神経細胞は受容体の種類ごとにラベルできる。つまり400種類、人間だったら400種類の匂いの神経細胞があります。マウスだったら1000種類の匂いの神経細胞ができる。なぜなら一個一個の神経細胞は必ず1種類のセンサーしか持っていないから。いいかな。これを1神経1受容体ルールと言います。で、もう一個。同じ受容体を出している神経細胞は脳の一箇所、丸い構造ですね。丸いところにまとまって情報を送る。なので、例えばさっき言った青の受容体を出しているものは、この鼻ではバラバラに存在してるんだけど、情報を送る先は一箇所ですよって。赤も一緒、緑も一緒。そうすると、嗅球って脳の領域には受容体の数に相当する丸いポッチができます。人だったら400だけど、ちょっと人はちょっと違うね。マウスだったら1000遺伝子があるので1000個のポッチができる。これが多種多様な匂い識別を支える分子基盤です。回路基盤です。なんでか、ちょっとスキップするね。なぜかというと、例えばある匂い分子があった時、このオイゲノールって下に置きましたけど、オイゲノールがあった時にある受容体は OH の部分を捕まえます。ある受容体はベンゼン化の部分を捕まえます。ある受容体は COH3 と書いてあるところを捕まえます。何が言いたいかというと、一個一個の匂い分子を複数の受容体で違う形の部分をこう捕まえてあげる。こう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 って。それでこう浮かび上がらせる。一個の匂い物質が複数の匂い受容体で検知される。で、もう一個言うと、一個一個の受容体っていうのは
全く同じ構造じゃなくて似たような構造を違う強弱で捕まえる。すなわち匂いセンサー、匂い物質って一対一じゃなくて、一個の匂い物質を複数のセンサーで違う角度で見てあげるっていう。そうすると、例えばオーダー A って匂い A なんだけど、ある匂いが来たら、そのさっき言った丸い400とか1000個ある丸いポジションのどっかが反応したどっかが光るようになるよね。で、匂い B が来ると違うパターンになるわけだよね。で、何が言いたいかというと、ある匂いが来たら、その匂い物質をこう違うセンサーでこう捕まえてあげて、その捕まえたシグナルをこう二次元上のこの地図みたいな感じで表現するって。だから何を言ってるか、これ例えば、オイゲノールって歯医者さん の, あのセメントの香りですけど、こういうのをこうかけると、今みたいにババババって何個光るのが分かる。オイゲノールの化合物のいろんな形の部分を違う状態が認識して、その情報を脳の発火パターンに変換する。だから、さっき言ったこの構造だよね。この構造、最初のこ の, あの丸いポポポっていう、ここで作られている二次元上のマウスだったら1000個のポッチの中で聞くっていうのが、ある種のこう電光掲示板みたいな、ある匂いが来たら電光掲示板どこが発火したかっていうパターンを読んであげると、ある種その遺伝子の数以上 の, あ の, その 絵が描けるというか、二次元上の発火パターンが作れるっていう。そうすることで、あの遺伝子の数以上の、それ以上数倍数十倍の匂い物質、匂いの物質の表現ができるっていうのが、まあ、今日一番学んでほしいところかなっていう。でもそういうのが、まあこういった遺伝子改変っていって、脳みそって開けたらちょっと肌色の構造で何も見えないんですよ。だけどこうやって遺伝子改変をすると、例えばこれある一つの P2 っていう匂いセンサーを出している細胞は、あの匂いの殻のところではこうやってたくさんあるけど一箇所に集まってますみたいな、こういったことが遺伝子組み換えをすることによってその回路構造が見えてくる。普通に多分あのマウスとか脳みそ取っておいても本当にただ黄色い塊っていうだけで何もわからない。でもこういうことができることによって、一体どうして我々は匂いを区別できるのか、一体どういうふうになっているのかみたいなことが、ここ10年ぐらい20年ぐらいで分かってきたと、まあ、そんな感じかな。いいかな。はい。で、あとはまあちょっと雑談ですけど、匂い の, あの研究の難しいところって、メトリックスっていうその一次元の情報がないっていうことが挙げられます。これ何言ってるかというと、例えば光って波長なんだね。音も周波数なんだね。例えば400ナノメートルの波長は色なんですかっていうとこパチッと決まるわけですよ。物理情報っていうのは一つの軸に乗っかるんだよね。だけど匂いって化合物の形だからいろんな形があるじゃない。そうすると一個の軸に乗らないんだ。で、そう、誰かがこういろいろ7つのカテゴリーを分類するんだけど、これ全部適当だよね。だからアロマオイルとかでもよくこうなんとかあるじゃん、フローラル、ローズ、なんとかって。でもあれもやっぱり誰が決めたのって話になるわけですよ。そうすると本当にそういうふうに匂いが分かれてるかっていう証拠はどこにもないんだよね。で、それを試みた人がいて、昔その匂いの専門家150人が160種類の匂いを146項目の指標、それはどういうふうに感じるか、もしくは化学物質の構造も含めて、それを含めてこうやって一体どうやったら匂い物質っていうのを一つの一次元情報に載せられるかっていうことを調べた人がいます。で、その結果分かったことっていうのは、一番その匂いのバリエーションを説明できる変数としては好きか嫌いか。でも好きか嫌いかって文化によって全然変わっちゃうよね。例えばドイツ人はブルーチーズの香り味好きだけど、我々は納豆は好きだけどブルーチーズはダメって言うよね。そうすると、じゃああの好きな香りだよって言った時に人によって変わっちゃうんだよね。そうすると匂いっていうのは再現性がないんだよね、実験に。例えばだから僕らが俺の好きなあのラベンダーの香りだよって言うとどれだよみたいな、俺のラベンダー臭かったよみたいな話だって好きで並ばないんですよね。そうするとなんかこうその時はそうだったけど僕の時はそうじゃないみたいなことがすぐ出ちゃって、研究が全然進まないっていうのが匂い研究を遅らせている一つの大きな要因かもしれない。で、あともう一個、まあ、雑談として知られたいのは、まあ、プルースト効果って聞いたことあると思うんだけど、 ある匂いを嗅いだら突然昔の時期がフラッシュバックしましたみたいな、すごくこうなんか匂いと記憶って関係がありますみたいな、すごくそういうのいろんなところ出てると思うんですけど、これって実は本の中での話で何の科学的な根拠はないんだよね。逆に誰も薄々そう思ってるんだけど誰も証明できない。それなんでかっていうと、さっき言った脳の嗅覚野からさ、嗅球ってオルファクトリーバルブって書いてるさ、光の脳領域って
ものすごく複雑なんです。確かに嗅覚情報っていうのは扁桃体っていう情動を制御するところとか海馬っていう記憶を制御するところと直接つながってるっていう意味でプレスト効果を説明できる一つの要因にはなってるんだけども、実際の回路構造ってもうこんな感じです。下の赤い線一個一個が神経細胞のファイバーで、一個一個の軸さ線が情報をどっかしら送ってると思うと、一個の細胞が1万ぐらいの枝に分かれて情報を分散して送ってしまうんだ。そうするとどれを見たらいいのみたいな、もうそこである種こう研究が大きく止まってしまっている。でもさっき言ったように、まあ最近はすごく数十細胞の活動とかを取れるようになってきて少しずつ進んではいるんだけど、一体全体像がどうなってるかっていうのは、まあ、これから、神経科学に興味を持つ人たちがやっていく研究内容になるのかなというふうに思います。はい、ここまでが勉強で、あと時間は15分。さて、人にフェロモンがあるかって、これよく一般の企業の方とかもしくは学生さんを対象に話すんですけど、結構皆さん興味があるトピックかなと思って選んできました。で、フェロモンってそもそも何ですかっていう定義があります。これちょっと英語なんで、下に書いてあるんですけど、体外に放出された後に同種の生物によって受容されて行動を誘起するもの。いいよね。で、この場合種特異性っていうのは大事で、他の動物がそれを検知しても何も起きないんですよ。ただ同じ種であるものがそれを検知すると行動が変わる、そういったもの。ホルモンっていうのはその体の中で起こること、フェロモンっていうのは外に出るものです。で、やっぱり動物とかではすごくそういうのあって、まあ、介護がの誘引行動とか、ヤギのメールエフェクトとか、ラットの警戒行動、これ結構面白くて、例えばケージの中でラットをいじめるんだよ。バンバンバンって電気ショック当たってとかして、でその後にそのラットを覗いて、それを全く見たことがないラットを入れるんですよ。そうするとそのラットはここやべえって言ってフリージングする。我々にもあるかもしれない、ここもしかして昔誰かがみたいな。実際そういうフェロモンも取られてるんです。じゃあ人間どうなってんだって。で、こういったフェロモン物質の需要って実はジョビキっていう我々の鼻とはちょっと違ったフェロモン専用の器官があるんですよ、他の動物は。そしてそこで使われている遺伝子も全然違う、我々の使っている匂いセンサーと。で、残念ながら我々はジョビキもないし、こういった遺伝子もないんです。で、よくGoogle とか探してみるとこういうの聞いたことあると思うんですね。女性が同じところで合宿に参加すると生理周期同調しますよね。もしくは女性に男性の汗の匂いを嗅いでもらうと自分のお父さんとは違う人も、自分のお父さんの匂いを選ぶよね。これもね、やっぱり面白いことが抽出されていて再現性とかはないんです。もちろん人間なんで脳みそ取り出して何かできるわけじゃないから、やっぱりメカニズムも分からないし、僕の時はこうなったけどあなたの時はこうなりませんみたいな、そういう泥かけの 水かけ論になっちゃうね。で、一つだけ再現性がある物質っていうのがあって、これアンドロステロンっていう物質で、これは残念ながら種特異性が失われていて豚のフェロモンなんだよね。でも臓器移植とかって豚で作らせて人間に移植しようっていうぐらい豚と人間って親和性高いんですよ。で、そうすると豚のフェロモンで男性の汗に含まれていて女性にはものすごく少ない。で、男性ホルモンではテストステロンの代謝産物であるというふうに言われていて、実際に多くの文献でこのアンドロステロンを嗅ぐとですね、女性のムードが変わります、そんなこと言われています。で、これ Google で検索するとこうなるんですよ。もう男性のなんかモテたい男が集まれみたいな、こういう感じで。アンドロステロンのすごい面白いところは、受容体は分かってます、この OR7D4 ってやつ。でもこれって人によってバリエーションっていって変異が入ってるんですよ。なので感じ方が人によって違います。で、多くの人は嗅げません。で、何人かの人が臭いと思い、何人かの人は甘いと思うんです。で、一応今日それを持ってきてんだけど、その人数が多いので興味がある人は後で僕かそこに足立くんに声をかけてください。サンプルを置いていくので、もしあったら自己責任でね、一応別に独占なものではないんだけれども、ちょっとまだそれをやっていいか分かんないんで、もし興味ある人は書いてみてください。で、大体授業でやると5分の1から6分の1の人が書ける、6分の5の人は書けません。でも書ける書けないと効果はあんまり関係ないです。で、まあ、この論文では
このミューテーションの入り方、変異の入り方によって感じ方が変わりますよって。で、一個のサイトではこの臭いんだと、女性が不快に感じる匂いだというふうに、あの消臭を売りにしている会社は言っているんだけど、別に僕が書いても臭いとは思わないし、今のところ学生さん対象にやった時に臭いって言った人は一人もいない。なのでもし興味があったら、あの書いてみてください。大体書けないことが多いのでちょっとあれなんですけど、でこの論文レッツ・アンドロステロンってやっぱり150件以上論文があるんだよね。だけどやっぱり人間の研究のデメリットとしては、やっぱりその行動が出たとしてもなぜ出たかっていう時に脳みそを開けられないっていうか、倫理的な問題があって、なぜそうなるのかっていうのは先に進めないっていうのが、まあ、研究をあの遅らせてる理由であるし、あのなんだろうな、その応用もなかなか難しいかなという、まあ、そんな感じかなという。でもまあ、 あの面白いよね、フェロモンとかあると、あの我々の生活がなんかこうまた違った視点で見れるんじゃないかなと思って紹介しました。さて最後です。と時間としてはあと9分で、最初のクエスチョンに対する、回答になるようなヒントになる文献を少しずつ紹介していこうと思うんだけど、最初のクエスチョンっていうのは、なぜ遺伝子がたくさん保存されているのに我々は嗅覚を大事でないと思ってしまうかっていう、その回答の一つの参考文献これです。人の目のから出る涙は化学シグナルを送っていますという。これ女性に悲しい映画を見てもらって涙を回収します。でその回収した涙をあのパッと、まあ、コットンに湿らせて鼻の下につけます。でコントロールの実験としては食塩水だよね。男性は女性の涙をつけられたのか食塩水をつけられたのかは分からない。男性のグループは2群に分けます。片方は涙、片方は食塩水。当然匂いはないです。で、よし、じゃあこの女性の顔を見てあなたは性的に興奮しますかみたいな、そんなアンケートを取るんですね。そうすると涙を嗅いでる方は、青いバー見てもらったけど、全然性的に興奮しません。本当かいなと。この実験すると、涙を嗅ぐと男性のテストステロン量が、唾液のねテストステロンで男性ホルモンなんですけど、男性ホルモン量が減ります。我々のアンケートだけじゃなくて、心理的なホルモンバランスも女性の涙っていうのが勝手に下げる。でもね、嗅げてないんで我々はなんでこうなってるか分かんないんだよね。だけどまあ俺ちょっと、いやちょっとみたいな感じになっちゃうけどね。でこれは本当かなと思って、一昨日ぐらいにまたこの続報出ました。女性の涙が男性の攻撃行動を下げますってことは、共通してるポイントは涙に匂いはないんだよ、けど行動は変わるんだよ。これ1個目。2個目、これ月桂樹の葉っていうのを使った匂いで、実験で高濃度と嗅げないけど低濃度、嗅げない低濃度、2つの実験をします。これやった実験ってすごく簡単で、6と9と0が出てくるスクリーンを見て、6が出たらスイッチを押して、9が出たら押しちゃダメみたいな実験を30分間ずっとやらせるんだって。そうするとだれてくるじゃん、あーだれってなるじゃん。そうするとミスってくるね、最後の方。なので最初の方は正答率 95% ぐらいだけど、どんどんみんな下がっていくんだよ。だけどこの上の灰色っぽいところっていうのは、月桂樹の葉を低濃度で嗅いでる群なんだよ。月桂樹の葉は高濃度で嗅いでる、つまり月桂樹の香りを嗅いでるという群と、カニも嗅いでない群っていうのは時間とともに正答率が下がってくる。だけど月桂樹の葉を嗅いでないんだけど、その空間には月桂樹の香りがあるってやつは、正答率が結構高い位置で維持されるんだって。これって面白いね。嗅げない方がいいんじゃん。次、我々寝てる時って意識ないよね。で、嗅覚の匂い入力って唯一の起こさない感覚なんだよね。だって寝てる時に光あったらみんな起きちゃうじゃん。寝てる時に音があったらみんな起きちゃうよね。触っても起きちゃうよね。でも寝てる時に匂い嗅がしたら分かんないよね。この人、寝てる人に10秒間匂いをこうやってやった後の脳波の変化を見るんだって。そうするといい匂いを、ラベンダーとかのいい匂いを使うと、この黒いバーの赤いとこ見てもらったんだけど、ノンレムスリープ、デルタパワーって言うんですけど、ノンレムスリープっていう深い熟睡の時に出てくるような、このゆったりとした脳波、これって熟睡度の指数なんですよ、が高まってくる。これ何言ってるかというと、寝てる人に10秒間匂いを嗅がせるとその後よく眠れるようになる。ポイントは、寝てる人は当然何嗅がされたなんて覚えてないんだよ。
けど我々はよく寝れちゃうんだよ。次。じゃあこれもっと学習できんじゃないっつって、タバコを吸ってる人を禁煙させるためにシグっていうのがタバコの匂い、 AS とか RF っていうのは腐った卵の匂いとかアンモニア臭。例えばタバコの匂い、寝てる人にタバコの匂い嗅がせてアンモニア嗅がせるとか、腐った卵嗅がせるみたいなことを寝てる間にやるわけですよ。タバコが来たら腐った匂いが来ると。で、真ん中は何もないから腐った匂いだけで、一番下っていうのはタバコを出すんだけど時間を空けて一応同じ回数だけ腐った匂いをやると。そうすると一番上と一番下っていうのは同じ回数腐った匂いもシガレットも提示されてるし、真ん中は、シガレットだけ提示されてないという。で、そういった3群を作った時のその人が起きた後1週間のタバコを吸う本数を比較すると。そうするとタバコ匂い、腐った匂いってやった人っていうのが、ちょっと棒が消えちゃってるけど、ずーっと下がる。見てほしいのは、これ薄いから見にくいんだけど、黒いバーですね。黒いバーと米印がついてるやつっていうのが、1日ごとのずーっと、1週間取った時のタバコを吸う本数です。縦軸がタバコを吸う本数。これ何言ってるかっていうと、寝てる間に、タバコと後に臭い匂いが来るとみんな嫌じゃんって思うじゃん。それを経験させるだけで、その後の行動がずっと持続して変わっちゃってる。でも、それされてる人は何で変わったかは分かんないよね。何が言いたいか分かる？だから我々が嗅覚を大事でないと思ってしまう理由は、無意識による入力があるんだけど、それによって我々の行動は大幅に変わってるんだけど、それに気づかないから。じゃあ実際嗅覚なくなったらどうなのって。嗅覚、コロナウイルスの時に嗅覚なくなってうつ病の人めちゃくちゃ増えましたよね。実はずっと前からマウスで匂いの組織を取っちゃうとマウスはうつ病っぽくなって、人のうつ病薬で治るっていう、マウスのうつ病モデルは人のマウスの嗅覚を取る実験だったんですよ。いや、これはマウスだけだよねって思われてた。けどコロナウイルスで感染して嗅覚なくなった人って結構うつになったよね。で、もっと言うと、これ結構衝撃的なんだけど、中高年の人で嗅覚機能がなくなった人、赤の5年後の死亡率、5年後死んでしまってる可能性ってすごい高い。この高さってがんですよとか、心筋梗塞になりましたよ、ハートアタックとか、なんだ、キャンサーとか、そういうのが発覚してからの5年後死亡率よりも圧倒的に高い。アノスミアっていうのが、一番上のやつが嗅覚異常が出た時のその後の5年後死亡率。何が言いたいかというと、がんとかエイズとかなんとかって病気が発覚して5年後に死んでしまってる可能性確率よりも、嗅覚が逆になりましたって言ってから5年後死んでる可能性ですごい高いんだよ。結構死に直結してるじゃんって。これどういうことだろう。考えたんですよ。これだ。タバコとアルコールって体に悪いよね。これもう195国の590の研究機関が網羅的に調べて、一滴でもアルコールは体に良くない。昔から百薬の長では違うっていう結果が出てるんです。だけど短期間のアルコールは人生の彩りであり楽しさを与えて、その時自分があたかも毒を飲んでいるとは思わない。だから匂いっていうのは一瞬なくなっても別にそんなにダメじゃない。けどずっとなくなったら結構生存にクリティカルなんだ。っていうのが予測として立てられるよね。一応これは誰も示したことなくて、まあ、いずれ自分が自分の研究を使いながらうまくそういうふうなデータを出していく。逆に言うと、人間っていうのは仮説を取るときに自分の意識でやるんですよ。そうすると、その無意識の情報の重要性を評価するには科学的なデータでしかないんだよね。こういうふうにしたらこうなります。だからこそ研究することでこういうことが起きてるからこうなんじゃないか、そういう意味では我々の行動指針を与える上では、まあ、匂いの研究って非常に意味があるのかなと、そんなふうに思っています。で、最後かな。どう使うかみたいな。ちょっと時間が40分。で、大越先生がも紹介あったんですけど、僕は今もういくつかの企業さん、例えば三井不動産さんと一緒に、嗅覚機能低下って認知症の初期症状としてすごく有名で、匂いで認知症を予防できるんじゃないかみたいなことが誠しやかに言われています。
で、実際に確かに脳の萎縮だったり記憶障害が出る前に匂いの低機能低下っていうのはパーキンソン病もアルツハイマー病も起こるっていうのは分かっているので、まあ、それをね、もしかしたら匂いを提示すること、匂いにたくさんこう嗅ぐことで認知症が予防できるんじゃないかみたいな結構チャレンジングなテーマを三井不動産さんとやっています。あとはまあソニーさんとかと一緒にそのバーチャルリアリティで酔っ払うっていう、まあ、そういった現象を匂いで改善できないかみたいなこともまあやっています。まあ、プレイステーション5とかね、バーチャル VR 化してくるんで VR って気持ち悪くなるよね、みんな。でもあれはもしかしたらガム噛んだりとか匂いを嗅いだりすると改善できるんじゃないかみたいな、そんなこともまあやってます。で、あとはまあ自分の趣味を使ってこうサッカーっていう、フットゴルフっていうゴルフ場のサッカーなんだけど、ゴルフボールの代わりにこうサッカーボールでやるような、ああいうのってやっぱりさ、バレーラグビーでも PK、 あサッカーするけど PK みたいな感じでこう絶対失敗しちゃいけない一本みたいなのあるわけね、ゴルフカップに入れるみたいな、そういう時のルーティーンに香りって結構使えるんじゃないかなって。よくあるじゃん、こうなんかルーティーンして蹴る人とか、でもあれに香りって誰もやってないんじゃないって。例えば蹴る前、 PK を蹴る前に嗅いで、なぜか知らなきゃ無意識で自分が落ち着いて打てると、まあ、そんなこともできるんじゃないかと思って、まあ、こんなこと自分の趣味とね、研究を一部融合させて、まあ、匂いの効果って、まさに匂いの重要性っていうのを、まあ、発信できたらなというふうに思っています。で、まあ、結論ですね、我々がなぜ匂いを軽視するのかっていう、で今日一連の話を聞いてもらうと分かると思うんだけど、匂いには嗅いでいるという知覚を伴わない入力があって、それが結構多分我々の行動を制御している。でもそれに我々は気づかないし、なんだろう、それに対して注意も払わない。でもう一個は嗅覚の効果っていうのは、特に生存に関わる効果は長期間のものであって短期的な影響は弱い。なので目を見えなかった時に比べてショックは緩いよね。だけどやっぱり亡くなると実際死亡、死に至るっていうのは他の感覚にもすごく近いものがあって、それがあるから我々の意識では軽視してしまっているが、遺伝子としてはたくさん残されている。これがまだ仮説なんですけど、今後こんなことを証明していきたいなというふうに思っているということで、以上で発表終わります。ありがとうございました。では質疑応答の時間に移ります。生物科学専攻竹内研究室学部4年足立と申します。どうぞよろしくお願いします。質問は YouTube 概要欄にあるスライドのリンク、または講演画面上に表示されている QR コードから送ることができます。視聴者の方から質問がありましたので紹介させていただきます。嗅覚の消失に伴ってうつ病のリスクが上がるとありましたが、花粉症など慢性鼻炎によっても匂いが減少することがあると思います。その後の QOL やうつ病リスクにも関連はあるのでしょうか、という質問です。期間によるんじゃないですかね。でも多分ですけど、鼻かけなくなると飯めちゃくちゃまずいですよね。なんだろう、一番いい実験はイルハスのフレーバー付きの飲み物とかを鼻つまんで飲むと全然味わかんないですよ。みんなでキキイロハス買ったりと思うんですけど、いろんなグレープとかいろいろ買ってきて、コップに入れて鼻つまんで飲んで当ててみっつったら、まず当てられないですね。鼻をこう外した瞬間にパッて香りが来るので、例えばそうすると一時的でも匂いがかけなくなると、多分ご飯が美味しくないと食べる量減るんですよね。そういうのがまあ順繰り順繰り重なってうつ病っぽくなることはあるかもしれないですね。それから神経が匂いの回路を使ってるかは別にして、トータルで生活の質は下がるというのは確実だと思います。ありがとうございます。続いての質問です。嗅覚が鋭い人のことを犬バラなどと言いますが、匂いに敏感な人っていうのは神経細胞が人よりも多いということでしょうか。一概に言えないんですけど、一つの知見としては男性より女性の方が匂いにこだわる人が多くて、脂肪解剖すると女性の方が神経細胞の数が多かったみたいな話もあるみたいですね。でも結局やっぱりそのマウスレベルではそのオスとメスの差は特にないし、よく嗅げるっていうのはむしろ細胞レベルの変化の方が大きいのかなっていう。さっきも言いましたけど、多分犬って800しかないんですよね、遺伝子の数。人400でマウス1000なんで、犬の感度がどのくらいかっていうか分かんないですけど、必ずしもその細胞数とか遺伝子数とかそういったことで議論できるのかな。何を嗅げるかによる。例えば人間にとってすごく臭いような硫黄系の匂いって我々ものすごく感度高いんですよ。ある種動物なんかでもかなり強くて、どの匂いに対して感度が高いかっていうのを結構気にするのかなっていう。
そんな感じかな。だからどの匂いに対して言うかによってその人の遺伝子のバックグラウンドが違うからっていうことが、ちょっと回答の時は終わんないですけど回答かなと思います、はい、ありがとうございます。なかなか質問しにくいよね。そうだな。日本人を不快にする匂いについて共通していることはあるかという質問です。個人によって匂いの好みは変わり得るんですけど、一方で、すごいこう文化的交流のない世界中の民族のところに匂い物質持ってって好きな順に並べてくださいってやった時期があるんですよ。10種類よね。そうすると大体同じになるらしいですよね。だから個人によって変わる部分っていうのは一部あるけど、10種類ぐらいの匂いを好き嫌いに並べると人間っていうのはやっぱ共通なものがあるっていう。だから日本人がなぜ納豆に好きかっていうのは多分まあ文化的にそれにこう慣れてるっていう、まあ、それによる書き換えが起こるっていう。さっきも言ったように匂い、嗅覚と記憶をつくる海馬っていうのは結構密接な関係があるっていうのは確かなので、まあ、容易に価値が変わる。まあ、子供の時にだからネギ嫌いとか何嫌いだったけど大人になったら好きになるみたいな容易にあると思うんですよね。なのでそこの部分はあって、先天的に多分好き嫌いのラベルはあるんですよ。だけどそれは記憶によって容易に書き換えられる。そんな風に理解しておくとあれいいのかなという気がします、はい、ありがとうございます。匂いのマッピングに関する質問で、タンパク質は20種類のアミノ酸を使って構成されてますが、そのいずれも脂肪族を認識する方法がありません。電子密度や非共有電子対を利用していると考えられますが、どうやって受容されているのかという知見はありますか。俺より詳しそうな質問だけど、なんか昔その匂いの定法とかいう人がそういった振動説っていうのを出してやってたんですけど、正直匂いの受容体の構造とかってよく分かってないんですよ。最近解かれつつあるんですけど、なので原子レベル分子レベルでどういうふうに検知してるかっていうのがまだ分かっていないので、今後の課題なんじゃないかと思います。あとは緩いですね。匂いの受容体の検知っていうのは非常に緩やかなんで、がっちり捕まえる必要は多分ないんで、当たってちょっとでも動けばそれでいいのかなっていう、まあ、そんな感じがしました。ありがとうございます。どうなんだろうな。嗅覚障害に関する質問です。はい。嗅覚障害になると5年以内に死ぬ確率が高くなるとありましたが、具体的にどのような要因で死亡する確率が高くなるのでしょうか。知らないですね。それは知らない。申し訳ない。それわかんないな。なんで死ぬのかな。複合要因だと思うんですよね。やっぱりさっき言ったようにご飯が全く美味しくなるんで、食欲も落ちるってのは大きな要因だと思うんですよね。ありがとうございます。はい。3分ぐらい。そうだな。なんかこっちからもなんか面白いような、例えばこんなのも結構面白くて、これラスベガスで行われた大規模実験ってやつなんですけど、まあ心地よい匂い1と匂い2っていうのを用意しておいて、まあ繁忙期、すごく人がスロットマシーンでカジノをやる時期に、スロットマシーンの前に匂いを噴霧すると。で第1周目は噴霧しない、第2周目噴霧する、第3周目噴霧しないっていう、まあ、同じ台を使うんでね、同じ台を1週間おきに分けるっていう、噴霧しない噴霧する噴霧しないっていう実験をすると、このオーダー1ってやつ、これまあちょっと遠くから見にくいかもしれないけど結論だけ言ってしまうと、オーダー1を巻いた時だけ、1周目と3周目よりも、つまり匂い目の巻いた2周目にギャンブルをする金額が2倍に上がりました。でオーダー2はそうなりません。両方とも、プレザントである、快適であるというのは何十人にものアンケートを取った上で、スロットマシーンの前にどの匂いを巻くかによってその人たちがどのぐらいお金を使うかっていうのがコントロールできますっていう、1995年に行われた大規模なラスベガスの実験があります。これも一緒で、いいか悪いかとギャンブルでお金を使っちゃうかっていうのはまた別の次元じゃないですか。そういう意味では、まあ、これは感じてはいると思うんだけど、無意識で、購買だったりギャンブリングにこう没頭するっていうようなこともある種匂いでコントロールされちゃってる部分があるのかなっていう、それ結構面白いなっていう、まあ、結構すごく有名な実験なんですけど、まあ、そういうのがあるっていう、これもある種の無意識情報処理の一つかなっていう、すごく知られてますね。なのでなんかそういう観点で物事を捉えてみると、
なんで自分がこの行動をしたのかなっていうのがいろいろこうできるか、例えば受験勉強するときにある匂いをやっておくとなぜか俺はかどったかもしれない、寝る前にちょっとでもなんかやってみたらなんか寝れたような気がするなみたいな、まあ、そんなところから自分なりにこうちょっとあの感受性を高めてあの生活に使ってみたら、そこに科学的根拠は必要なくて自分の相性のいいものなんかこうかもみたいなものを使ってみるといいんじゃないかなと、それがまあ実学的なインフォメーションかな。はい、ありがとうございます。時間となりましたので竹内先生の講演と質疑応答を終了いたします。本日はたくさんのご質問とご清聴、ご視聴をありがとうございました。はい、ありがとうございました。